岩倉市図書館は愛知県岩倉市の公共図書館である。1983年5月28日に開館した。岩倉市は愛知県北西部にあり、名古屋市のベッドタウンとして宅地化が進行している自治体である。愛知県で最も面積の小さな市であり、すべての地域が自転車圏内であるとされる。 2015年10月1日時点の人口は47,562人で、ある。2013年度の図書館費は9,605万1000円で、あり、うち図書購入費は1000万円だった。隣接する辻田公園と岩倉市図書館1966年には、大松防石急行道を取得して、岩倉町立公民館都市、1971年12月1日に、 庭郡岩倉町が単独姿政施行して岩倉市となると岩倉市立公民館に改称した。やがて建物の老朽化や都市計画道路との兼ね合いなどが理由で新館の建設を決定し、1976年4月1日には昭和町に岩倉市公民館が開館した。1978年に岩倉市が市民に対してアンケートを行ったところ、 図書館設置に対して強い要望があったことから、1979年8月31日には、岩倉市図書館準備委員会を設立し、1980年3月8日には、意見書を提出、1981年7月7日には、岩倉市議会内に、公共施設調査研究特別委員会を設置し、同年12月25日に答申を提出した。 図書館計画は日本図書館協会に委託し、1982年3月31日に計画書の提出を受けた。4月1日には図書館建設準備室を設置し、6月3日には名古屋市の庭栄治建築事務所を設計者に選定した。庭栄治建築事務所は1981年に名古屋市鶴舞中央図書館を手掛けた建築設計事務所であり、 長久手市中央図書館、平塚市西図書館、新生本の森、刈谷市藤松図書館も手掛けている。総工費3億7318万円をかけて、1983年3月24日には、建物が竣工した。1986年に増築された3階の郷土、資料室1983年5月28日、岩倉市公民館の敷地内に、 岩倉市図書館が開館した。開館当初からコンピュータによる蔵書管理と貸し出し処理を行っており、これは当時としては最新のシステムだった。1985年に観光された岩倉市市では、館外利用を中心として設計されている点、コンピュータを導入している点などから、時間を下下のところを北随一の施設であるとしている。 会館当初は学習スペースを設けていなかったが、自習者が閲覧席を独占するようになったため、時期によっては市長各室を自習室として開放するようになった。公民館の敷地内の駐車場部分に建設したことで慢性的な駐車場不足が起こっている。1986年度には3階部分を増築し、民族資料の展示などを行う京都資料室を開設した。 1994年4月1日には、館内整理日を第3金曜日から月末日に変更し、1996年4月1日には、祝日も開館するようになった。1997年度には、広域貸し出しを開始している。2002年度には10時から18時までだった。開館時間を延長して9時30分から19時までと、した。2003年1月4日には、 終わり北部広域行政権の五市二町の住民に対する広域貸し出しを開始した。同年4月1日には岩倉市立の学校図書館とのネットワーク化を行い、学校図書も岩倉市図書館で一括購入して管理するようになった。2004年には子ども読書年を契機に広まったブックスタート事業を試験的に開始し、2005年4月に事業を正式に開始した。 2006年度にはウェブサイトを開設し、インターネット蔵書検索サービスを開始した。かつては毎週月曜日を休館としていたが、2017年4月から週の定期休館日を撤廃し、毎週月曜日も開館している。岩倉市図書館は以下の文庫を設置している。岩倉市、尾張北部広域行政権一般書の書家は日本中新聞類法を用いているが、 地域資料の書家は、愛知県郷土資料分類表を用いている。子供向けの絵本コーナーは季節によって特集が変わる。貸し出し中の資料を予約したり、図書館が所蔵していない資料をリクエストすることができる。館内には利用者用のインターネット用パソコンが設置されており、現行放棄、官報情報検索サービス、中日新聞データベースを利用できる。 図書館1階の玄関脇には図書館で不要になった本や市民から寄贈された本を活用するためのリサイクルコーナーが設置されている。図書館玄関、栄町の岩倉市役所1階、本町の岩倉市障害学習センターには図書の返却ブックポストを設置している。2003年1月4日には、尾張北部広域行政権の五市二町の住民に、 対する広域貸し出しを開始した。2003年時点で7自治体の蔵書数の合計は約176万冊であり、インターネット上で他自治体の蔵書の予約を行える図書館もある。ありがとうございます。